沼尾ひろこちゃん。こんにちは。どうも。こんにちは。声染めてんね。え、はい。でもね、タスマイクだから。いや、そうなんですけれども、うん、あのちょっと風邪もひきましてですね。なんか恐ろしいな。沼尾さん熱出したのよ。びっくりしましたよ。元気な取り柄なのね。ね、ね、熱って出るんですね。ね、熱出るとあの頭悪そうだな、だけどな。本当になんか病んでる感じ。しかも頭の中産んでる感じ。もうすごいなんか海いっぱいって感じ。脳みそじゃなくて。沼尾さん前回ほら、うん、あのペヨンジュン来日の頃、うん、声を枯らしてほら2週間ぐらい休んだことがあってないですか。そうなんですよ。私もしません。羽田空港にね、ヨウ様到着の時にテレビで見てました。ね、君なんかは本当はヨウ様のブームが来る前にもうヨウ様に目つけたから本当は偉いんだけどね。そうね、あのねブームがね、うん、あのね降ってんの頃にね冷めたんですよ。だからそこがまたへそ曲がりっていうかね。あんなら最後まで応援しなきゃ。でもね、とにかく先物買い、先物買いなの？うん、が好きですね。今自転車の人でしょ？え、あ、今中さんね。はい。え、まだ今中熱は冷めないのね？いや、今中さんは、うん、あのちょっと別なんでしょ？もう別なの。あ、じゃあそういうミーハーチックな人では誰かいないの今？今いないの？君さ、大体早かったよ。久保塚洋介も早かったし、はいはい、島吹聡も早かったし、ああ、そうです、そうです。ヨン様でしょ？玉鉄？あと玉鉄はそんなに言ってなかったよね。玉鉄はね。あ、私ね、うん、あ、てるみさん、トマタさん知ってるかな？知らないかもしれない。え、ないない、言ってみな。あのね、うん、スマックダウン、あ、スマックダウンしません？スマックダウン、うん、あの深夜にボクシング、なんとね、アメリカのなんかプロレスのすごいショーみたいなのがあるんですよ。コンちゃんが早いよ、やっぱり。え、コンちゃんわかる？コンちゃん知ってる。私はすごい。え、それは何？いい男なの？その中のすっごい悪いやつがいるんですけど。そういう番組に出てくるの、そのプロレスの悪いやつ。なかなかね。え、スマックダウンっていうのが名前なんでしょ？っていう、いや、あの、あ、番組の名前なんですけれども、あ、番組のタイトルなの。その中に出てくる、すごい悪役の、ちょっと名前がね、出てこないんですけど、いい体してるんですよ。最近顔より。いい体してんの？顔より体、ね。じゃあ、日本人じゃないの、ね、顔より体なの？え、どういう体が好きなの？例えば。え、あの、うん、なんやっぱりあの、モリモリって。モリモリってしてる、ちょっとマッチョ系な感じ？そう。わかった、草野仁志さん。意外とマッチョなんだって。そうなんですか。体鍛えてるらしいよ。なんか私ね、リンゴ握りつぶすらしいもん。一点で体の一点でくるくるって回してもらいたいっていう。あのな、俺昔 AV でさ、なんかあのシャチホコっていうすごいあのプレーを見たことあるけど、あのそれは男の人が一点でぐるぐる回るってやつ。あ、え、そうなんですか。うん、あ、すっごいムキムキの体鍛えた人がね、あのチョコボール向井みたいな人がね、あの一点を軸にしてね、コマのように回る。そういうなんか気持ちよくないんじゃないかなと思ったことあるけど、そんなんでいいの？いいですね。ああ、そうそう、今日ね、で今日は君お助けマンね。え、なんだよ。そうでしょ、そうでしょ、うん、私お助けマンでこんなにひそひそ声で喋っているのにね、うん、実はすごく目立ってるんですよ。でしょ、うん、うん、今日はね、はい、沼尾にね、びしょ濡れの女やってもらいたいのよ。もう台風でびしょ濡れになっちゃったじゃん。今、やんちゃったけどさ、これからね、沼尾にあの、まあ、隠しマイクで、もちろん、買い物行ってもらうんだけど、はいはい、買い物中にね、チンベルがまた鳴るから、じゃあ沼尾はね、はい、雨で濡れちゃって気持ち悪いんで、ちょっと脱いでいいですかと、こういうふうに言って、身につけたものをね、脱いでってほしいのよ。もう、ほとんどストリッパー。素敵だね、今日。どこまで脱ぐのかしら。いや、ういう今日のはこれ画期的だね。脱ぐものはね、でこちらが指示するから。ね、それでね。え、なんだよ。だって沼は、もう俺があの表回りの時、だってノーパンで登場した女だよ。あの時黒いパンって履いてました。驚いた、俺が箱の中入ってたら。それでそのお尻見て、俺当てたんだから。でも沼さん、熱出したのに、びしょ濡れになってんの、今。大丈夫だぞ。それに私、ロッカーみたいなんですよ。今日、ロッカー？ロッカーって何？あの、ロックやる人？そうそうソウルがロック？じゃあ革ジャンにこうあのビスがついてる。赤の赤。いいじゃんいいじゃん。だから元にはチンベルが鳴るために沼は今日どんどん脱いでいくっていうね、もうあの沼尾のあの冷凍バナナネタでもういっちゃう男殿方がもう今日大喜びするようなネタよ。スペシャルウィークならではのね、超セクシー企画だから。それにズラもですよ、ね、私。え、カツラもかけてるんですよ。いいんですか？いいんだよ。こんな目立ってすごいんですよ。でさらにね、買い物中にあのセクシーな BGM、加藤ちゃんのね、ちょっとだけをタブーですね、これが流れると、うん、
沼は必ず、ヒロコ濡れ濡れ、いやん、セクシーに叫んで。乾杯は。なんだよ。大丈夫？今日はあのセクシー沼の見せ所だから。ね。なんか色っぽいね今日。大丈夫？あ、はい、なんかあの静間際のマリリンモンドみたいな声出してる。大丈夫なの？こんにちは。え、本当。いやー、私なんか今日久々にお料理しようと思って、いつもと違う、やってください。本当何しようかなって、ぼまだボケっとしてるのよ、頭がまだね、ちょっと起きたばっかり。何がいいかな、ま、うん、いやー何これ、これ、ま、これ松茸、いやーだー、香り最高って書いてあるわ。あら、何、松茸の下はアサリ、いやー、ヒロコ濡れ濡れ。あれ、ちょっと、やだ、ちょっとお兄さん、アサリの味噌汁、うん、うまいよ、これ。いいかな、ヨヤさんはね、本当、じゃあ、それどのくらい買ってたらいい？いや、だから、100グラム100円だから、お姉さんが欲しい分でいいよ。本当、だって私一人だもん。受けた感じだね、色っぽい。そしたら、どのくらいかな、100グラムってどのくらい、で、測ってみようか。うん。グラム差あんまないよ。本当？じゃあ、200ぐらい？じゃあ、まず上着を脱いで、上着を。上着200あれば大丈夫。本当に、なんかさ、お兄さん、なんか、なんか歩いてきたら汗かいちゃったから、ちょっと上着脱いでもいい？本当、じゃあちょっと脱いじゃおうかな。よいしょ。なんかいつもの声が違う。これで似合ってる。あー、すっきりした。足りる？出た。こんな感じ。あ、足りない。足りない？うん、甘えた。その語尾が嫌だけど、あともうちょっと入れて。うん、あ、そうね、ひとつかみ。そう、入れてがとてもなんか AB の世界みたいな。あ、そう、これで？これ300。300、あ、じゃあ300でしょ。うん、300でいい。この靴下脱いで。くらいあったら OK ね。じゃあそれと OK。うん、あれ、なんかやだ、ちょっと。香りはいいかい？香りも欲しいけど、香りこれどうやったらいいかわかんないの。焼いて食べてもいいんだよ。あ、お兄さんちょっとごめん、ちょっと私靴下濡れちゃって。脱いでいい？なんか安田の AV の世界みたいだね、なんかね。ちょっと失礼。ちょっと今、そうなのよ、びしょびしょだったのよ。え、これでもどう、あ、ごめん、脱いちゃった、本当に。え、でもどうしたらいいの、わかんない。あ、これありがとう、お兄さん。だから夜だっていいし、ご飯できる。ご飯炊き込みできるけど、じゃあ松茸焼いてみようかな、大きいの。いや、ヒロコ濡れ濡れ。ねえねえねえ、どれがいい？え、だって私わかんないもん、どれがいいかな。わかんならね、うん、の方がいい。え、どうのそれ、ちょっとなんか硬そう。うん、これ軸の方がね、カツラ脱いで、カツラ、ね、これでも焼けるけど。え、じゃあこっちがいいよ。いい、うん、こっちにする。やだ、かゆくなってきちゃった。お兄さんごめん、私ずカツラなの分かる？分かるよね。分かるでしょ、かゆくなってきちゃったから外して。本当に？いやだ。本当にってこともない。いや、大丈夫、かゆくて。あ、脱いじゃったよ。取っちゃったよ。あ、よかった。ごめん、もう。ヒロコ濡れ濡れ。おい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 。ねえ、お兄さん、あと私さ、あとなんだっけ、あとほら、卵買ってこうかな。卵あるよ。ね、じゃあ卵買って。なんかストリップ劇場みたいな、これ。あ、いいよ、あとは。あとは、あと何がいい？松茸焼いて、あさりの味噌汁と、それで、あとお野菜に。いろいろ買ってくれるんですね。トマト買ってこうかな。トマトすごくいいよ。じゃあ、トマトはね、一人なの。じゃあ、大きいの一個。うん。じゃあ、それ。うん。で、なんか美味しそうな熟したやつにしてね。それ食べ、はい、じゃあこれで。これでいい？うん。はい、ありがとう。うん、こちらこそ。あの、今ね、また行ってみよう。今日はマグロ。今度すごいぞ。ブラジャー脱いで、ブラジャー。乳当て、乳当て。お刺身？あ、出てない。あるよ。ちょっと、いや、今日はもう終わっちゃったけど、お刺身もあるよ。お刺身？あるの？うちはね、大田市場なの。え、そうなんだ。なんか胸が痒くなってきちゃったけど。1,350円の。1,350円。ブラジャーもう外しちゃおうかな。何入ってるの？
待って待って。何？あ、計算する。300円、500円、500円、800円、1950円。あ、分かった。よくできました。でもさ、私が外したら困るよね、お兄さん。はずみが違う時は外してね。違う時か。そうですよ。そうだね。じゃあ、また今度外しに来るわ。これ外せないからね、今日は。そーっとこう。またね。私もな人つけてれば外せるけど。いやいや、すごかったね。ねえ、さん。でね、今のさ、人30代でしょ、八百屋さん。多分、若そうですよね。ね、お兄さん、その気になっちゃったんじゃないの？なんかこの、誘ったら来たよ、きっと。お客は、なんか俺に気があるんじゃねえかな、みたいな。そうそうそう。え、誰に似てる感じの人なの？桑田佳祐さん。じゃあさ、長戸裕之さんにも似てんの？年取ったら。間違えちゃった、道。道間違えたの？道間違えたって、おいおいおい。道間違えたってなんだよ。でもさ、沼岡さ、いちいちさ、そういう色っぽい感じだったらさ、なんか、ちょっと雰囲気的には妙な雰囲気あったでしょ、やっぱ。うん、夜に行ったらきっと。うん、夜行ったら、きっと君の罠にはまってしまったかもしれない。どっか、もう、店じまいしようかな、なんて。やれるね、これ。ねえ、やだ、全部やんの、今日また病み上がりな感じが余計なんかね、いつもの沼と違う感じでね、これなんか永久保存版にする人がね、出るかもしれない、また。ねえ、沼さんのこと十数年知ってるけど、今日が一番色っぽいような気がする。かもしれないね。君いつも病気でいたら？いや、そんな、なんてこと言ってた。今度ね、次あのパンティの作戦行くからね。どんな作戦？よろしくね、パンティ作戦。いや、来週持ってないから、またスペシャルウィークに。じゃあ12月に。それじゃあね、ご苦労様。